きっかけは、復興庁宮城復興局と石巻商工会議所が共催している地域復興マッチング結の場という事業になります。で、そこのマッチングが成立した活動の一つがこの企業マルシェということになります。第1回目が朝日さんで、すぐ次第2回、第3回って他の企業さんで、ずっと続いていきますので、今日が初めてのチャレンジで、いろいろないい面と課題も出てきてますので、そこを改善して、次がすぐありますので、それに間に合わなくても3回目、4回目とかには確実に反映して、よりいい形にしていきたいなというふうに思ってます。はい、じゃあお釣りを。はい、はい、食感が多分全然違うと思います。こっちがふっくらで、こっちがとろっとしてる。すみません、はい、ラスト、残りラスト、はい、ありがとうございます。これ結の場のプロジェクトの企業マルシェの特徴は、ただの一社が企業マルシェというか社内販売をやると言って1回で終わるんではなくて、支援企業が10社以上いるんですね。それが1年間通してリレー形式でやれるっていうのが最大の売りで、それもどの企業も1年で終わらないよっていうおっしゃっていただいているということは、1年のサイクルがまた来年も続けられる、少なくとも、多分うまくいけば3年も続けられるっていうことで、定期的に東京の大手企業が石巻の水産加工業の皆さんと触れ合う機会があると。で、これはすぐその石巻の企業さんにとって新たなお客さんを獲得するだけではなくて、復興をですね、風化させない仕組みにもなるんじゃないかなというふうに思っていて、だから支援企業も10社とかが集まってやることに意味があるというふうに思ってます。なので、これは今回だけで終わらないで、ずっと継続してサイクルを回していけるようにしたいなというふうに考えています。